それでは常滑市長杯男女ダブル優勝シリーズ2日目ドリーム戦に乗ります。小野誠奈選手です、まずは初日を終えられて、はい、振り返ってください。どうでした？エンジンは普通か、ちょっと調整を外したら普通ないかなと思います、うん。まあ、ドリーム戦1号艇ですから、はい、まあ、一応このシリーズの大看板というところかと思いますけれど、はい、選んでいただいたんで、はいはい、なんか今節はちょっとこう表情がキリッとしてるというか、そうですね、ちょっともう、うん、30になったんで、リチェンしようかなと。あ、キャラチェンジで言ってる、はい、もうそこにはもちろんそのキャラチェンジの意味合いではその次のステージも見越してということだよ。そうですね、ちょっと落ち着こうかなと思いまして、はい、いや、なんかちょっと寂しいけどね、なんか、にこやかなおむせながちょっとこういなくなるので、ちょっと後継人を探してください。後継人を探してください、はい、それでは明日の1号艇に向かって、方向を気をつけください。はい、精一杯頑張ります。お願いします。ぜひまた準優勝優勝戦というところになったら来てください。はい、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。